牛乳水溶液の中に脂肪が分散したコロイドチンダル現象の一例液体の中に水滴が分散したコロイドであるもやでもチンダル現象が起こるコロイド A、コロイドまたはコロイド分散体は一方が微小な液滴あるいは微粒子を形成し他方に分散した一組の層から構成された物質状態であるコロイドは分散系に一般的な性質を示す 例えばコロイドは、ジンダル現象により発色したり光を散乱したり、する。特に分散中たちが液体の場合は、コロイド溶液とも呼ばれる。具体的には、ホーム、エマルション、ゲル、サスペンションなどがこれに含まれる。このように永続的な二つの層から形成される、コロイドはアイコロイドとも呼ばれ、巨大分子自身が分散症となり、 他の層の分散な形に永続的に分散している状態の分子コロイドと対比して使用される。一般的なものではバター、牛乳、クリーム、霧、スモッグ、煙、アスファルト、インク、塗料、糊そして海の泡などがコロイドである。この分野は1861年にスコットランドの科学者トーマス・グレアムにより創始されコロイド科学と呼ばれる。今日では 海面科学として発展している。一般に分散質、コロイド粒子は表面張力と同義の分子間力の相和にあたる粒子間ファンデルワールス力引力を普遍的に有する。一方、分散質粒子の表面には素性と溶媒の極性差による電位差が存在し、その表面電位と逆符号の体イオンによる拡散電気二重層が形成される。同種の粒子には 同種の体ン二重層を有するため、粒子が接近すると二重層が重なり合い、イオン拡散に由来するエントロピー効果によって、浸透圧積力が生じ、粒子の凝集が妨げられ分散系は安定化する。ドルボ理論によると、分散系にイオン性物質を加えた場合、バルク溶媒のイオン濃度が上昇するため相対的に電気二重層のイオン濃度が低下し、 結果として、浸透圧は弱まり、粒子間ファンデルワールス力による、凝集力が優位に発現する。その結果生じる、凝集物を凝固物とも呼ぶ。一般に、コロイド分散系の安定性は温度を上げると増す。浸透圧の定義より明らかであるが、高温になれば、イオンや溶媒の分子運動が激しくなり、電気二重層の幅や転移差が増すことで、 積力光が増大するためである。なお、水を分散中立ちとする分散コロイドの区分で、電解質の投入により沈殿しやすいものを、素水コロイド、沈殿しにくいものを浸水コロイドと呼び分ける場合がある。浸水コロイドの場合、素水コロイド同様に、表面電化を持つとともに、水和により多数の水分子が排移しており、その立体石力によってさらに強く反発し、 安定化している。また、浸水コロイドの中には、素水コロイドを取り囲んで業績を防ぐものがあり、このような状態のコロイドを保護コロイドと呼ぶ。保護コロイドは、表面に、タンパク質等が吸着し、表面電位が変化し、安定化している場合もある。1900年代の初期、酵素学が確立する以前には、コロイドが、酵素作用の鍵であるとみなされたことがあった。 すなわち、大量の水系の中に、酵素は、ほんのわずか存在するだけで特性を変えるところが、コロイドと似ているとされたのである。それも、ATP 分解酵素は、アデノシン酸リン酸のみを分解するといった酵素の、気質と食い性が発見されると否定されることになる。さらに、生命自身もコロイドが凝集することで、細胞組織が生成したと説明することも可能である。 このような生命の起源については、生物学や生科学に詳しい。もちろん今日ではのコロイド説は、巨大分子論にとって変わられ、単純な動作のみを持つが、水分子の中を自由に動き回って適合する機質に、作用する数多くの種類の巨大分子の集団で、謎めいた要素はなくむしろいろいろな機械が揃った、工場のように酵素は説明されている。 いろいろな溶質が存在することに起因して浸透性が変化するという溶媒である水の特性は他に代用できるものは見出しがたい。種治の原因で凝石した個体が再び溶液中に分散してコロイドを形成することを解剖といい、培液中でのコロイド粒子を安定なゾルとするために用いられる薬剤を開口剤という。 h t t p e a r t h r e s o u r c e s s a k r a n e j p e r e s k h s n t 2 0 2 h t m l ありがとごうございます。